こんな感じで完成です。こんにちは、リプレイヘアデザインのふみこと申します。今日はこちら、キヌジョの32ミリのアイロンと、あとヘアゴムですね、ヘアゴムを使った、簡単なアレンジスタイルをレクチャーしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、毛先を32ミリのアイロンで、ランダムにミックス巻きをしていこうと思います。先の半分ぐらいからコテを入れて、しっかりと熱を当てていきます。毛先までしっかり巻きます。こちらも一緒です。こんな感じです。目はジグザグにしてあります。ジグザグに分けて、で、バームなどを、前髪や顔周りなど全体的にしっかりとつけて、で、ゴムで結んでいきます。で、この結ぶ時も、耳にかかるように意識して、後ろで結んでいきます。で、この時に遅れ毛を少し垂らしておきます。で、遅れ毛にもしっかりバームがついてるとまとまりやすいです。で、少し、前髪が長いので、前髪がある感じにしたいので、ちょっとコームなどで整えながら、よいしょ、結んでいきます。この結ぶ位置は、もう好きな位置で大丈夫です。ちょっと私は耳の、横ぐらいの高さで結んでいきます。こんな感じです。そしたら、引き出しをしていきます。まず耳上ですね。耳上を耳がかぶるように引き出しをして、ちょっと緩さを出します。で、少しずつ間隔を空けて引き出しをしていきます。で、こちら耳上も引き出しをしていきます。耳がかぶるように意識してください。で、後ろも間隔を空けて、ゴム付近も引き出しをして、頭の形をよく見えるようにしていきます。次に、毛先を三つ編みにしていきます。で、三つ編みにした毛先をこのヘアゴムを使って、アレンジをしていこうと思います。ただ毛先を三つ編みがしやすいように前に持っていきます。で、三つ編みをしていきます。毛先3分の2ぐらい残るように三つ編みをしていきます。
で結んだら上からゴムでまたさらに三つ編みをくくっていきます。ちょっと間隔を空けながらいろんなゴムで巻きつけていきます。ちょっとゴムを重ね合わせたりしてもいいと思います。でこんな感じで結んだら今度ゴムの間から毛束を少しずつ引き出しをしていきます。これはもうランダムに引き出したい分だけ引き出していいと思います。最後、遅れ毛ですね。遅れ毛を巻いていきます。ちょっと緩いウェーブにしていきます。手先は外跳ねで、その上は内巻きにしていきます。ちょっと緩めな感じです。最後整えていきます。で引き出したところもまたバームなどをつけ直すと綺麗に仕上がります。こんな感じで完成です。今回のヘアアレンジのポイントとして、1本に結んだ時に耳上にしっかりとかぶせて引き出しをすることで、ルーズさと柔らかさが、表現できます。で三つ編みですね、三つ編みにした上から、カラーゴムを足して間隔を空けて引き出すことで、本当に簡単なんですけれども、今回も、とてもおしゃれに仕上がっておりますので、皆様もぜひ挑戦してみてください。最後までありがとうございました。